ってらっしゃい、見てらっしゃい。おいしいおいしい海の家だよ。だいぶ前にメイは何をやってるんだ。それにしてもすごい混みようだな。呼び込み方はちょっと変だけど。はいはい、おすすめのメニュー、そうだな、メイのおすすめは焼きそばだよ。さっき食べたらすっごく美味しかった。焼きそばにしてくれる？はーい、焼きそば2つ。ん？どうしたの？かき氷を食べたいの？オッケー。はい、どうぞ。急いで食べると頭がキーンってしちゃうからゆっくり食べてね。なに？この衣装が可愛い？嬉しいな。ありがとう。この後ね、これを着てみんなの前で歌うんだよ。ん？見に来てくれるの？ありがとう。邪魔をするようで悪いけど、さすがにそろそろ止めないとな。メイ、一体何をしてるんだ？あ、マネージャー、バレちゃったか。やっぱり我慢できなくなっちゃった。あ、おじいちゃん、こっちは大丈夫だよ。メイがバッチリやってるから。みんな、料理は気長にゆっくり待っててね。その代わりとっても美味しいから。どうしてこんなことをしてるのかと思ったけど、なるほど、あのおじいさんをずっと心配してたんだな。メイ、ライブ前なんだし無理だけはするなよ。わかった、ほどほどにしとくね。マネージャーはメイのこと怒らないの？当たり前だろ、俺はメイのマネージャーなんだからお見通しだよ。そういうことなら仕方ないと思ってな。そっか、ありがとう。よーし、張り切ってどんどん呼び込んじゃうから。いや、今でも十分混んでるから。みんな聞いてくれてありがとね。次の曲なんだけど、あ、びっくりした。今メイを呼んだのって、あー、海の家のおじいちゃんとお客さん。おじいちゃんの海の家に行ってみてね。おすすめは焼きそばだよ。え、違う、本当はたこ焼きがおすすめ。ごめんごめん、でも焼きそばも美味しいよ。よし、おじいちゃんが見に来てくれて元気100倍。次の曲行くよ。あ、次は恋と花火だ。みんな、この曲はしっとりと聴いてね。いつも以上にお客さんの空気が温かい気がする。おじいさんも楽しそうだ。これもメイの人柄だな。